柳瀬博文君 <laughs> 日本史の会の柳瀬博文でございます今日あの平良副大臣をはじめですねお忙しい中ありがとうございますまずあの新型肺炎対策についてお伺いをしていきたいと思いますあの厚生労働省からですねあの先週末この新型コロナウイルスの本格的な流行に備えて医療体制の見直しこれを検討するよと いうことで都道府県に求めたとといいうことでございます新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討についてという事務連絡が出されているということなんですけれども、まずですね、厚生労働省にこの事務連絡の目的、これをお伺いしたいと思います厚生労働省宮崎健康局長。お答え申し上げます。 3月6日に各都道府県等宛てに発出いたしました事務連絡につきましては、それぞれの都道府県におきまして、国内で新型コロナウイルス感染症患者数が大幅に増えたときに備えていただくため、ピーク時の外来受診患者数、入院治療が必要な患者数、重症者数を計算していただき、医療需要の目安としてご活用いただくことを目的に発出したものでございます。 はい、柳瀬君、はい、ありがとうございます、えー、それでこれ、もピーク時にですねあの人口10万人当たり、どれくらいの外来患者、えー、入院患者、えー、重症患者が出るのかということのこ推計するためのまあ計算式ということが示されたわけですけれども、まあ、これをですね、えー、見てみると、まあ、例えば東京都で言うならば、まあ、外来患者が4万5千人と、入院患者2万5千人、えー、重症患者700人という数になっているわけですね。 あの政府は先日、5000床のベッドを用意するということを言ったばっかりですよ。で、この東京都においては、入院患者がピーク時には2万5000になるという推計を出して、備えようということを言っているわけですよね。これ、どうやってやれということなんでしょうか、2万5000を用意しろと、どういう支援を考えているのか、この点についてお伺いしたいと思います。はい、宮崎健康局長 お答え申し上げます、えー、まずあの、総理の方から5000という数字、申し上げさせていただきましたのは、えー、今時点の感染症指定医療機関の指定病床が約1300ぐらい空床があるということと、その感染症指定医療機関で、えー、一般あの指定病床以外の一般病床が4000ぐらい空床があるということで、合わせて5000床以上は確保できる、今の時点で確保できるということを示しさせていただいております。であの 今このおし、この計算してくださいとお示しさせていただいたのは、かなりフェーズが変わって、あの仮にですけれども、患者さんが大幅に出たとき、でそのときには、 すべての患者さんをその医療機関でというわけではなくて、例えば軽症の方はあのそのまま自宅であの療養してくださいとか、いろいろそういう施策が、ちょっと今の時点で明確には申し上げられませんが、いろいろな施策をセットで総合的に対応していくというようなことが考えられるということでございます柳瀬君、はいあの、よくわかるんですけど、 ただこの、この数字をです、ね、示しただけだと、これはあまりにもちょっと無責任ではないかなというふうに思うんですね。これ、東京都がです、ね、2万5000のベッドをこれ、用意するのはもう至難の技ですよ。で、ほ、まあ、他のですね、まあ、東京都まだお金ありますから、じゃあ、テント買おうとかさ、ね、まざ、あ、まなことやりますよ。でもお金のない自治体は、これどうやって対応するのかと。で、これには人工呼吸器や必要な機器もです、ね、ちゃんと揃えろということが書かれて。 いますけれどもじゃあ、そのお金をどうするのかと言ったことに関しては、ですね何の提案もないわけですね、で医療機関は、当、え、然、ー、よ余計なです、ね、機器は買いませんよ、だから、まあ、じゃあ、この事務連絡が出てです、ね、じゃあ、どういう受け止めをするのかといったならば、あこれはなんかあの想定の雲をつかむような話だから、これ、何もしないということになるのか、もしくは、ですねもう死ぬ気でこれをクリアしようということになるのかと。 ということで、これは無責任が蔓延するようなことになるんではないかということを、これ、懸念をするわけですね。ですから、これ、私はこういったですねピーク時にこれぐらいの状況が起こるんだという、最悪の事態を示すことっていうのは、極めて重要なことだというふうに思いますけれども、同時に、ですね必要な支援をしっかりと行っていくんだと、また、またですねこれぐらいまではやろうよというです、ね、最低限の目安というか。 こういったものも併せてお示しをしないと、これはあまりにも乱暴なんではないかなというふうに思うわけであります。まあ、もうお伺いはしませんけれども、まあ、このようにですね、あのまあ、各自治体はです、ね、今、疲弊してますよ、大変な状況ですよ、これ、医療提供体制だけじゃありませんから。 まあさまざまなところで,ですね今、弊害が出ているということであります。まあ、そういった意味では、高市大臣、先ほどからさまざまなあの委員から要望が出ていて、しっかりと自治体の支援をしてくれといった話が出ておりますけれども、これ、適切なですね支援をお願いしたいというふうに思いますけれども、一言いただけますでしょうか。高市総務大臣あのまあ2月26日にに対1のあの情報共有体制をくりましてからですね本当にたくさんの ごご要望やご相談をいいただいております、まあ、それは地域の医療体制についてであったり、またマスクの不足であったりですね、あのさまざまなご要望をいただいております、まあ、これらを適切に、できるだけ迅速に関係省にお伝えをして、対応していただくということを引き続き続けてまいりたいと思っております。 柳瀬君、丁寧なご答弁ありがとうございます。大変大変頼りになるなというふうに力強くですね感じているところでありますけれども、次にですね NHK にお伺いをしたいと思います。今回のこの新型肺炎の問題についてですね、まあ数多くのこの。 報道についてですね、お問い合わせをいただいておりますけれども、その中でも、内容についてはですねあまり申し上げませんけれども、今回の新型肺炎に関する報道が、ほ他の災害時と比べて、ですねボリュームが少ないんじゃないかというようなご意見をいただいております。そこで、ですね NHK にお伺いしたいんですけれども、さまざまな災害がございます、その中で、今回のじゃあ、新型肺炎の問題については、どのような位置づけとなっているのかと。 どれくらいのボリュームでですね報道していくのかということ、まあ何らかの指標によって決められていると思うんですけれども、まあ今回の新型肺炎の問題については、まあどのようなですね位置づけとなっているのか、まあこの点についてお伺いしたいと思います。日本放送協会木田専務理事、お答えいたします。放送ガイドラインでは、災害報道とは別に感染症の報道に当たって。 視聴者、国民の方々に、正確な情報を迅速に伝えることが、被害を最小限に抑えて、社会的混乱を防ぐことにつながるとした基本方針を定めております。感染症の報道、そして災害報道はいずれも人々の命と暮らしを守るという公共放送、公共メディアの極めて重要な役割です。新型コロナウイルスについても、日本国内でも感染者が多数に上り、 亡くなった方も相次いでいます。今回の事態は、人命や国民生活に重大な影響を及ぼす深刻な事態と認識しており。視聴者国民の方々に必要な情報の発信を強化しているところであります。柳瀬君。はい、ありがとうございます。まあ、あの今ですね。まあ、いろんなデマがとにかく飛び交っているわけですよね。で、民法においてもですね。まあ、さまざまな専門家が出て、まあ、さまざまなことを言っておると。 ということで、まあ、何が信頼できる情報なのかわからないという国民の皆さんが多くいらっしゃるわけです、でその中で、ですねやっぱりこの公共放送としての NHK の役割というのは、まさに今、ですね高まっているんではないかというふうに思います、えまあ、公共放送の役割とは何かと言ったならば、それ災害報道だということが言われるように、ですね、まあ、今、全く同じような状況ですよ。 ですからこういう時期だからこそ、ですね NHK がその公共放送としての役割をしっかりと果たしていただきたいということ、これを申し上げておきたいというふうに思います。であのぜひです、ね、まあ、ベーシックなあの知識、手洗いをですねな何秒間やらなくちゃいけないんだとか、まあ、そういったことをですね分かりやすく伝えるといったことをぜひですね、まあ、ヘビーローテーションでしていただくというようなこと、これをですねぜひご検討いただきたいというふうに思います。えー、ちょっと時間がないの 次に行きますけれども、うん、また NHK の話でいくと、ですねやっぱり海外に正確な日本の状況を伝えていくということも重要なことだと思います。まあ、今、WHO はじめ各国では、まあ、日本はですねあの、まあ、感染者数に比較して、危険な国であるというようなキャンペーンがこれ貼られてしまっているわけですね。ですから、まあ、危険な国ということを指定されてしまっていると。 いうことだと思います。まあ、これ情報戦がなされて。えー てまあ、残念ながら日本はです、ね、敗北しつつあるというような状況だというふうに私は認識しているんですね、まあ、その中で海外に向けて、この日本の状況を正確に発信していくということは極めて重要なことであり、それは NHK の,の国際放送がです、ね、担う大きな役割だというふうに考えるわけでありますけれども、これ、高市大臣がですねあの放送法65条に基づいて、これ、要請を行うということであります。まあ、ぜひここれれお願いいい申し上げたいとういううふうに思うわけけですけれども、まあこの 情勢によってです、ね、世界への,この正確な情報の発信、まあ、これに今どれだけ寄与することになるのかということ、この点について、大臣の見解を伺いたいと思います高市総務大臣あの放送法第65条、第1項の規定に基づいてあの、総務大臣は我が国の見解や国情を正しく外国に伝えるなど、国際放送の 役割をを踏まえててて電波管理審議会ににの上に対しし放送事項などを指定して国際放送の実施を要請できます。で今般新、新型コロナウイルス感染症に関する状況に鑑みまして、まあ、国際放送を通じて、まあ、我が国の状況に関して、まあ、世界に発信していただくことによって、あの日本の見解や国情を正しく外国に伝えることとともに、あの海外におられる、まあ、日本人の、 あに対してですねしっかりと正しい情報をま伝えていただくということが重要だと思っております。まとにかく最新の情報をいかに正しく発信していただくことが大事かとあのいうことで、まあこの度あの要請をま行いたいと考えております。柳瀬君 ありがとうございます、まあ、この要請もです、ねまあ、あの時期に応じたあの極めて適切なご判断だなというふうに思いますので、ぜひこれを受けてです、ね、NHK はこの国際放送における正確な情報発信、これに努めていただきたいと、このことを申し上げて、新型肺炎対策について終わりたいと思います。で続いてです、ね、このサイバーセキュリティの問題についてお伺いをさせていただきます。 えー、三菱電機がです、ね、あの大規模なサイバー攻撃を受けたということで、これは私、由々しき事態だなというふうに考えております。えーまあ、これ、1月20日にあの明らかになったんですけどね、まあ、政府機関とのやり取りや取引の情報、採用の応募者、従業員、グループ企業の退職者など、8000人超の個人情報が流出した可能性があるとされているわけであります。まあ、最初にサイバー攻撃を受けたのは、まあ、中国にある三菱電機の拠点で、まあ、そこから国内の事業所にウイルス感染が広がったと。 ということであります。まあ中国系ハッカー集団ティックが関与した可能性があるのではないかという報道もされています。えー、これちなみにですね、あの三菱電機がこの不正アクセスの可能性を認識したのは昨年の6月28日ということなんですね。えー、で、えー、まあ三菱電機はですね、この防衛装備品を作っているわけですけれども、この防衛省にお伺いをしますけれども、えー、じゃ防衛省はですね、この実際に。 まあ保護すべき情報、これが漏れたのかどうなのか、これをどのように認識しているのか、またこの件について、認識をしたのはいつの時点なのかということ、この点についてお伺いしたいと思います、はい、防衛装備庁、青柳装備政策部長お答えいたします。 三菱電機に対する不正アクセスの件につきましては、令和2年1月20日、三菱電機よりネットワークが第三者による不正アクセスを受け、個人情報と企業機密が外部に流出した可能性があることを確認しているということ、そして社内調査の結果、防衛、電力、鉄道などの社会インフラに関する機微な情報、機密性の高い技術情報や取引先に関わる重要な情報が流出していないことを確認済みということが公表されたところでございます。 その後、引き続き三菱電機におきまして流出した可能性のある情報につきまして精査していたところ、防衛装備庁が平成30年10月に当該機語へ貸し出した装備品の研究試作品の入札に関する情報で、総合評価落札方式の評価基準や 研究作品に対する性能等の要求事項に関する注意情報、これが含まれていったという報告を2月7日に我々受けたところでございます。防衛省におきましては、これを受けまして、2月10日に本件について公表したところでございます。当該研究につきましては、その各段階におきまして、運用者と研究担当者との間で、直接議論を交わしまして、性能等を決定していく方法により進められるものでございまして。 性能等の要求事項は今後、具体化され、変わりうるものではありますけれども、まあ、現在、安全保障の影響につきまして、精査しているところでございます。なお、あの当該研究は別の会社が落札し、契約を締結したところでございます。当該情報につきましては、貸し出した際に誓約書を提出していただき、その保全を徹底するよう求めてまいりましたが、このような事案が正規したことは誠に遺憾であると思っております、はい、柳瀬君。はいえーまあ、これですね 未だにこれ、査中なんですね、えーまあ、これを三菱電機がこの不正アクセスを受けたと認識したのは去年の6月ですよ、い、え、ま、ー、だに、いまだにですよ、防衛省がの機微な情報がです、ね、漏れたのかどうかわからないということを言ってるわけですよね、これ大丈夫ですか、これで、まあ、極めてこれ、心配であります、まあ、これ、防衛装備品の入札の情報だと。 ということで,です、ねまあ、あまり大したことのない情報なんじゃないかということのようにおっしゃっていますけれども、まあ、これ、防衛装備品の性能の情報ということですよね、極めて安全保障上、重要な情報というふうに思います、まあ、それがいまだにです、ね、半年経っても、9ヶ月ですか、漏れたのかどうか分からないという状況にあるということなので、まあ、これは。 あの極めてですね深刻な事態であるというふうにご認識をいただきたいというふうに思いますけれども、次、に経産省にですねお伺いしますが、これ、三菱電機の事業を所管しているのは経産省ということなんですが、この経産省にはいつこの不正アクセスの報告があったのか、また今回個人情報の漏えこれについて、どのような見解を持っているのか、お伺いしたいと思います経済産業省大臣官房三住サイバーセキュリティ情報化審議官。 お答え申し上げますいつ知ったのかということでございますが、1月10日に、本年1月10日、三菱電機から経済産業省の担当課に対して、採用の応募者や社員に関する個人情報、それから三菱電機自社の営業や、営業に関するもの、それから技術に関する情報、これらは外部に流出した可能性があるとの報告を受けたところでございます。 また2月7日に防衛省からの情報提供を受けて三菱電機といわせまして防衛省関係の注意情報に該当するファイルが不正アクセスを受けた可能性のあるサーバーにあることが判明したとの報告を受けているところでございます、まあ、あのこういう状況で報告を受けたところでございますが三菱電機は現在も調査を継続していると承知しておりまして経済産業省といたしましても 同社の調査結果を注視しててままいいりりたいと考えております他方、個人情報などの流出を疑われる時点で、影響を受ける方々の関係なども踏まえつつ、速やかに公表することも検討すべきであったと考えております柳瀬,柳瀬君。はい、これ、経済産業省がこの三菱電機から報告を受けたのは1月10日ということなんですね。防衛省が報告を受けたのは8月 えー、三菱電機がこの不正アクセスを認識したの6月ですよ、なんでこれ、半年もかかるんですかね、これ、経産省に、えー、来るまでに所管、所管官庁ですよね、えー、なのに、半年間もかかっているということであります、えー、そこでですね、えー、ちょっと平さんにお伺いしたいんですけれども、内閣府はこの事案について、まあ、いつの時点で認識をしたのか。 といううことは答弁でできますでしょうか平内閣府副大臣あの質問通告ございませんが、内閣府の立場としては、サイバーセキュリティリスクなどを所管をしておりまして、えー、この事案につきましてはです、ね、えー、防衛省、または経産省、所管官庁である経産省からです、ね、把握して、その後、報告を受けるという段取りになっています、正確な日時は今、持ち合わせておりません柳瀬君。はい、あの通告してないいなので あれなんですけど、あのこれ内閣府はですね、これ三菱電機とかなりこれ重要なあの設定あるんですね。あのもうご存知の通り、あの情報収集衛星を作っているのはこれ三菱電機です。すてです。日本情報収集衛星をですね、作っているメーカーは三菱電機ということであります。ただ内閣府はですね、まあ内部の連絡が取れていないのか。 どうなのか、平さんにあまり責めたくないんですけれども、そういった意味ではです、ね、この報告が極めて遅れてきたということであります、でこれ、2つ問題があると思うんですね、1つはです、ね、やっぱり政府内でしっかりとこの情報が共有されてこなかったということであります、でもう1つは、この民間企業であるからということで,です、ね、これ、報告は義務付けられてないという、この2つの問題があると思いますけれども、この1つ目、情報の共有と。 こういうことに関しては、内閣府の所管だというふうに思いますけれども、まあ、この点をどう考えているのか、そしてどう対処していくのか、この点についてお伺いしたいと思います、はい、平内閣府大臣。あのまずあの情報の共有の部分でありますが、基本的にあの民間企業の報告義務自体は、えー、契約ベースで、 報告義務を課すすことになっていますですから、報告の相手方である官庁がまあしっかりとですね相手方とやっていただくということですが、さらに言うと、重要インフラは、各所管官庁がえまあいろんな業法で報告義務をかけておりますので、何かインシデントがあれば、各所管省庁に上がってくるという仕組みになっています。 いわゆるサイバーセキュリティ部局とのですね。えー、情報の連絡があまりよくできてないんじゃないか、というお尋ねであります。で今回、三菱電機の件についても、えー、まあ私の認識としましては、ですね。情報共有が遅れたという認識を持っております。その上でですね。令和二年の二月二十五日に各省庁に対してですね。内閣サイバーセキュリティセンター庁から。 ししっかりりとと、ね、と情報共有すするるように依頼をしているところでありますただ、依頼だけでは私、弱いと思いますので、今後、今回の反省を踏まえてです、ね、しっかりとした必要な手続きを経て、政府の決定として、こういった仕組みを位置づけをしたいというふうに思っております柳瀬君、はい。ありがとうございます。あの対処していただいているんだというお話なんですけれども、これ何、なんで,です、ね、この早期の共有と早期の報告が必要なのかと。 言ったならばですね、まあ、今回の件だったら三菱電機なんですけれども、三菱電機からまあ抽出したこう取引先や関係先の情報というのがあるわけですよ。で、これもチェーンサプライ攻撃ということで、ですね、まあ、そこの引き出したあの情報から、 関係先の方に飛んで、ですね次から次へと伝播して、伝、ま、染、あ、して、ですねウイルスを増殖させていくと、サイバーアタックをです、ね、繰り返していくというようなことが行われるわけであります、ですから、まあ、今回は防衛省は8月に分かったわけですよね、その時点で内閣府にですねしっかりとそれは情報を共有するべきでありますし、内閣府は経産省、 に情報共有するべきですし総務省も必要だったというふうに思いますまあそういった情報共有をですね早めにすることによって自分たちがこのアタックにさらされているんじゃないかという防御をですねしっかり固めることができるんだということなんですねですからこの早めの情報共有が必要だということなんですただですねこれいずれにせよこの三菱電機が報告をする必要があるかといったならばこれ義務付けられていないわけであります三菱電機がですねこれ何も言わなかったら分かんなかった ことなんですよただ、まあ、先ほど平さんがおっしゃったように、防衛省と三菱電機は契約を結んでいるということなので、契約ベースで報告はあったということなんですね。ただ契約をしていないな 場合には、これは報告が義務付けられていないということであります、でこの点に関しては、国際的にもです、ね、問題視されていまして、米国はです、ね、攻撃を受けた企業は72時間以内に当局へ通知する義務と課されていますし、また EU でもです、ね、72時間以内に通知させて、違反した企業には高額の制裁金を課すということになっています、これ、なぜこういう通あの義務を課しているのかといったならば、その波及効果が大きいからですよね。 被害がどんどん拡大していくから、だからこういう通知の義務を課しているというふうに考えますけれども、まあ、この民間企業がです、ね、このサイバーアタックを受けた場合に、速やかに報告をすべきと、まあ、もちろん、のどのレベルの企業まで網をかけるのかというのはまたありますけれども、この報告の義務か、この決定について、お伺いしたいと思います。平内閣府副大臣えと今の 県件につきましては、まあ、若干重なりますが、えー、重要インフラ事業者につきましてはです、ね、西、え、区、ー、の間で,です、ね、情報共有の仕組みというものを作りました、ですからまあこちらについてはです、ね、そういう仕組みの枠組みの中で情報が上がってくるということと。 各所管官庁がです、ね、インシデントがあれば、報告義務が課されているということで、各省庁と内閣府、ま,あ、また内閣官房と情報を共有をする仕組みを、しっかりとです、ね、これから仕組みとしてです、ね、強化をしていくということであるというふうに思っております。またです、ね、報告義務化するという話についてもですね、 えー、まさに今のこの状況の中で,です、ねえー、サイバーセキュリティ戦略本部を中心として、えー、現下のです、ね、政策をしっかり進めていくということと、先生ご指摘のです、ね、情報共有の仕組みを強化することで、対応してまいりたいと考えております柳瀬君。はい あの今おっしゃったのも、サイバーセキュリティ協議会というものが設立されていて、共有するシステムがあるんだということは、存知しているわけですけれども、これ、義務化ではないわけですよね、あくまでえまあ信頼ベースで共有していこうというものだというふうに認識をしています、これで十分なのかということなんですね、この問題にですね早期からこれ取り組んで、警鐘を鳴らしてきたのがこの高市大臣でありますま。このの重要インフラの事業者 のサイバーインシデントの報告義務ですね、まあ、これも法制化すべきなんだというようなこともおっしゃってきましたし、まあ、これまでの民間企業にもですね報告義務を課すべきだということをいち早くですねこう警鐘を鳴らされてきたということでありますけれども、総務大臣のお立場から何かお言葉いただけますでしょうか。高市総務大臣 ま数年前に、罠くらいのおかげで,ですね世界ま150カ国以上がですね被害に遭い、日本国内でもま最初に攻撃を受けた企業が速やかに報告をしていれば、もう少し被害が減じられたんでしょうけれども、最終的には地方公共団体などにも被害が出ました。このののサイバー攻撃の被害の拡大を あのできるだけ早く食い止めようと思うと情報共有が何よりも重要でございます。まあだからこそ、まあ特に重要インフラ十四分野については。 まあそれぞれがしっかりとサイバーセキュリティ対策をするとともに、攻撃を受けた場合には、速やかにその報告をする義務というのを法令上明確に位置づけるべきというのが、私の主張でございました、あの足元の総務省からまずということで、電気通信事業法および放送法におきましては、これはあの重大な事故については、遅滞なく報告することを義務づけております。 でこれは各法,法律のです、ね、省令でしっかりと義務づけております、また地方公共団体につきましては、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに基づいて、サイバー攻撃発生などのインシデントについて、総務省への報告を求めております。報告を受けたら、直ちにニスクあの内閣サイバーセキュリティセンターに総務省から報告をし、共有をするという仕組みにいたしております。 柳瀬君、はい、ありがとうございましたあの高市大臣の,です、ね、この本も読ませていただきました、まあ、これを読んで勉強して、今日は質疑をしておるということでありますけれども、えーまあ、平さんにです、ね、これ、お伺いしたいんですけれども、今、高市さん言ったようにです、ね、高市大臣がです、ね、おっしゃったように、やっぱりこ義務化をです、ね、あのしなければ、これ問題解決しないんではないかというふうに思いますけれども、義務化については前向きではないということなんでしょうか。平内閣府 あの私も自民党のときにあの高市先生の本部で一緒にサイバーセキュリティで議論をさせていただいたところであります、で今の大臣の答弁でも、やっぱり所管省庁がまあしっかり見るという縦のラインと、あと重要インフラ、重要業種については、これ、官民入れて、この協議会スタイル作るのも結構大変だったんです、法律をですねここまで作ってくる、ですからそれもかなり進化をしたと思います。 でその上で、サイバーセキュリティ戦略本部がしっかり機能して、まあ、そこの事務局はリスクがやっておりますので、まあ、今の一番の問題はですね、の省庁の連携のところをです、ねまあ、やっぱりしっかりやると、そのことによって十分機能すると思います。ただ、今回の事例はです、ね、三菱電機の報告、遅いと思います。ですから、そういうのは、まあ、契約をしている相手方、もしくは所管官庁がしっかりとです、ね、相手方と話をして、もっと迅速にです、ね、情報共有をしていただきたいというふうには思っております。 柳君、はい、ありがとうございますあの、まあ、今です、ね、あの平あの副大臣があの極めて重要なことをおっしゃったなということなんですけれども、やっぱり各省庁がです、ね、しっかりと連携できていればです、ね、まあ、このような事態、えーまあ、にならなかったということなんですね、えーで、今回の三菱電機の件というのは、まさにです、ね、連携ができていないということを露呈したと。 いいいうううですすね、まあ、重大な案件だというふうに思います、まあ、そういった意味では、この各機関が、ですね各省庁が散らばっていて、それぞれがサイバーセキュリティ対策をやっていて、で内閣府はですねあくまでも調整機能ということだというふうに私は認識をしているわけですね。何かじゃ大規模な事故、事態が起きたときに、じゃあ、ですね、あの指揮命令を、権限を持って、ですね率いていくのかといったら、そういうパターンになってないと。 そういった意味では、これも高市大臣がです、ね、これまで提案してきたわけですけれども、このサイバーセキュリティ庁ということで、この組織をですね、まあ、これ、各国やってます、イギリスもドイツもですねそういった組織を統合して、ですね強力な権限を持って、しっかりと国家を守るということでやっているわけですけれども、こういった組織の統一、日本版のです、ね、サイバーセキュリティ庁の統一といったことに関しての答弁をいただきたいと思います。 平内閣府副,副大臣ですか高、市高市確かに私が昨年の9月まで本部長を務めておりました自民党のサイバーセキュリティ対策本部の第2次提言に、サイバーセキュリティ庁の設置を盛り込んでおります。 まあ今はです、ね、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、もうニスコを中心にです、ね、各所を連携して事業者も一緒に必死で準備を進めている最中ですから、新しい役所の設置というのはなかなか困難な時期だと思いますので、提言の中には2025年までに今のニスクの権限、人員などを強化して、 サイバーセキュリティ庁を設置すべしというものを書き込みました、ただ今、総務大臣でございますので、政府の行政機関の在り方についてですね、まあ、コメントをするというのは、なかなか難しい立場でございます。ただ、うーんまあ、中長期的には、サイバーセキュリティ政策をこう一層強力に推進していくという観点から、 まあ望ましい組織の在り方についても、あの検討していくということは重要だと考えております、はい、ああのえ時間があの過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします、えー、あの災害の際もですね、総合、えー 非常災害対策本部などの本部があって、その下で各省庁、連携をしてやっておりますので、今、サイバーセキュリティ本部の中で、リスクが事務局を担って、ですね今の対応で、しっかり今、対応していきたいというふうに思っております。